モッツ特捜隊は、1968年9月24日から1973年8月23日まで、アメリカンブロードキャスティングカンパニーで放送されていた、アメリカ合衆国のテレビドラマである、前後シーズン123回。モッツファッションに身を固めた3人の若者が、ロサンゼルス市警察の特命チーム、モッツ特捜隊として活躍する、ポリスアクションドラマ。 制作葬式は、アーロン・スペリングとダニー・トーマス。ロサンゼルスを舞台に、様々な事情で社会からはみ出した3人の若者が、ロサンゼルス市警察のクリア警部の指揮のもと、特命チーム、モッツ特捜隊を結成し、様々な犯罪に立ち向かう。レギュラーキャスト。左からクラレンス・ウィリアムズ3世、ペギー・リプトン、マイケル・コール。日本では、 1969年3月14日から同年9月5日まで東京12チャンネルで第1シリーズのみが放送された。放送時間は同年4月25日までは毎週金曜21時21時56分、同年5月2日からは毎週金曜21時30分22時26分、初回のみ21時から22時26分までの30分拡大版で、 放送された。本作は1999年に映画モッドスクワットとしてリメイクされた。映画版にはドラマ版のレギュラーキャストだったクラレンス・ウィリアムズ3世がリンカーンの祖父役でペギー・リプトンがジュリーのおば役で亀を出演している。ありがとうございます。